ロスサントスで信号機を直す仕事をしています。耐えることがありません。まったく3月2日以降からロスサントスの信号機が軒並み倒され続けて、1秒間に倒される本数はなんと飯横2本じゃねえか。どういうことなんだ。ロスサントス市民は教習所に全く通っていないのに車に乗っているのか。ん？しかし残業手当も深夜手当も出ない。信号機や標識はポキポキ折れるのに木は折れない。どういうことだ。市長に伝えろ。はいどうも、おはこんばんにちは、パパジャです。はいどうも皆さん、こんにちは、パパテラです。というわけで、テイヤさん向けの、高速ソロ複製を教えていきたいと思います。というわけでね、今回の手順そして準備を説明します。まずはね、テイヤさん向けなので10台ガレージやまたは6台ガレージ、2台ガレージでもできます。これはね、自分の持っているね、まあアパートのガレージとか、またはね、まあガレージ持ってない人、2台ガレージでも最悪ね、1台複製することはできます。まあ10台のガレージね、頑張って準備した方がいいです。その中にね、LH、RH8 を1台入れてください。そしてそれ以外にファギオという車両を入れておき、このガレージは必ず満車にします。このガレージだけにファギオがある状態を作ってください。これ条件です。必ずね、この最初のガレージだけにファギオがある状態。もしも他のね、ところにファギオある場合は、サンチェスとかエレジ、RH8 で消すようにしてください。そして、複製する車両の種類、高額で売却できるのは、アリーナの車両、1C レトロカスタム、または5万ドル以下で売られている、エレジ、RH8 とかのアップグレードしたような車両ですね。エレジレトロカスタム。またはサルタンをアップグレードしたサルタン RS などです。必ずね、アリーナの車両か5万ドル以下の車両で超高額なカスタム、どちらかです。スーパーカーとかデラックスは複製しても売却はほとんど値段がつきません。複製する車両はまずアリーナやナイトクラブ、カジノペントハウスなどに入れておきます。これは自分が持っている施設で OK です。可能なのはナイトクラブ、アリーナ、カジノペントハウス、一応ね、アーケードもできます。そして施設もできるんですが、施設の方だと女性が出現しにくいので、まあこの4つがいいと思います。そして MC プレジデントにね、登録するためにクラブハウス、安いところでいいので MC プレジデントなれるようにしといてください。そして所持金は500ドルでもいいので手持ちで持つようにします。では GT オンラインの時間が20時から夜の1時の間で開始するとちょうどいいです。これからね、時間を止めていきます。その間にも時間、オンラインの時間というのはね、裏で進んでいますので、ちょうどこのぐらいの時間に開始するのがいいでしょう。今回のソロのお金稼ぎはめちゃくちゃ簡単な手順なんですが、未だに修正されず、どんどん進化しています。間もなく修正されるんじゃないかと思うので、早めにやってください。まずはディレクターモードをね、開始します。ストーリーに行ったらディレクターモード開始で、アクターからストーリーのキャラクターを選択。そしてね、ディレクターモードを開始します。ディレクターモードを開始したら、タッチパッドを長押し、設定から夜に切り替えて四角を押します。そして R1 ボタンを3回押して三角を押します。そうするとね、下の方でね、時間が止まってる状態になってます。携帯開いて時間が止まっていれば OK です。この状態からまずね、オプションでセーブのね、オートセーブっていうのがオフになってるのを確認してください。そしてゲームから一つセーブデータを読み込みしてください。
ゲームをロードで一つセーブデータを読み込みます。ここでエラーしちゃう人っていうのはおそらくね、1回のアプリの起動で3回ぐらいセーブデータロードしてるとアプリエラーします。ではストーリーの状態で時間が止まっていることを確認したら、招待限定セッションで開始します。オンラインに到着した時に22時から朝方の4時の間なら OK です。この時間帯にプリプリのお姉さんが出現するので夜遊びをすることができます。もしも時間がねまだ到達していないっていう時はクリエイター行って招待限定セッションに行ったりすると微調整ができます。この時間を止める方法を解除するにはアプリの再起動のみとなります。ではエレジー RH8 これを乗り出してください。一応念のため車両アクセス乗客にしておきます。以前はこの乗客設定にしておき、隣に女性を乗せて女性側のドアをね塞いでおくと女性は降りられないっていう風になってたんですが、これができたりできなかったりするので確実にできる方法で説明していきます。まず女性が出現する位置は1回目訪れた時には多分出ないと思います。で大通りのね、一つ遠くのところまで行きます。離れてから視点を女性が出るところに向けないようにするということで、そうするとね AI とかねそういったものは出現します。で女性がいる位置に向かっていきます。女性に近づくときは急ブレーキとかね、しないようにしてゆっくり近づいてください。じゃないと逃げてしまいます。右の扉から女性を乗せるようにすると紳士的でスマートに仕事を済ませることができます。クラクションや右十字キーを押すと女性は中に乗ってくれます。これは所持金を持っていないと乗ってくれませんので必ず所持金を持つようにします。そしてこの中華料理屋みたいな日本料理屋みたいなところの神社の鳥居みたいなところ、ここに行きます。そしてここに車両を突っ込むときにちょっと奥気味にね入れてください。左と右のドアを確実に塞ぐようにしてちょっと奥気味に入れておきます。このような位置ですね。そして四角で銃を構えて銃を発砲します。必ず外に向けて撃ってください。そして女性が怯えているのを確認します。一人称とかでね見えますし、視点を変えれば見えます。怯えているのを確認したら三角で車両から降りる。そしてこれからボンネットをショットガンなどで撃つのですが、まあ6発ぐらい入れればだいたい火がつきます。火がついたら撃つのをやめます。この時撃っていると車両が後ろに動いてしまうので最初から奥気味に入れておくといいですね。では車両を撃って火がついたらこの場を離れていきます。これはギリギリな感じですね。なので最初から奥気味に入れといた方がいいです。火がついたらこのまま離れていきます。でハイドがねつくんですけれども、これはレスターで消してもいいし、普通に歩きながら複製したい車両があるガレージ、要するにねナイトクラブやアリーナ、カジノテントハウス、アーケードなどに向かいます。その頃にはちょうど手配度消えると思います。そして MC プレジデントに登録してください。 MC プレジデントに登録してから、これからね画面の左上に車両が破壊されましたという文字が出るのを確認してください。個人車両が破壊されたと出てから MC プレジデントで最初のガレージだけに入っているファギオを要請します。要請したら1、2秒したらもう OK なので、次にね複製するために今度は保険屋に電話します。モース保険に電話をしてエレジー RH8 を直すようにします。これがね次の複製のためとなります。ではもうファギオは要請中になってますので、この状態から複製したい車両が入っているナイトクラブガレージ、アリーナ、カジノペントハウス、アーケードなどに入ります。そして複製したい車両、イッシーレトロカスタムやエレジーレトロカスタム、サルタンアレスなどね高額で売却できる車両をこれから外に乗り出していきます。この時スーパーカーやデラックスなどね使ってもコピーはできますが売却にはほとんど向きません。
で外に乗り出すとナンバープレートはまだこのままとなってます。カスタムナンバープレートはこの複製には必要ありません。そしてさっきのエレジー RH8 まだあるので、ここでこのエレジー RH8 を後ろから前に押し出してください。女性が降りるとナンバープレートが変わります。これで複製がされている状態。あとはセーブをかけるだけなので、ここでね、必ず最初に何度も言った通り、ファギオは最初のガレージだけに入っている状態なので、さっきね要請したのは最初の10台のガレージのところにあったものというわけで、この犠牲車両があった場所にこの複製したい車両を戻す。必ずねこの10台ガレージの中だけにファギオがある状態にしておけば、このように中に入れた時にちゃんと複製が完了となります。またこれが満車になってないとこのようにコピーが完了されません。必ず満車の状態でファギオを入れといてください。では連続複製です。これからね失敗とかもね含めて説明します。エレジー RH8 に乗り、外にね乗り出します。これはさっき直したやつですね。そして女性を隣に乗せていきます。女性を乗せた時に、今度はね鳥居のところに、浅い感じでね止めてしまうっていう風にやると、やはりねこの後発砲して三角で降りて、それからショットガンで撃つ、その時にね、車が動いてしまいます。そうするとね女性がねポンとね降りてしまったら失敗となります。またこれがね曖昧なギリギリなところだと、離れた時に勝手に降りてることもあります。これ以上撃つともう後ろでね降りちゃいそうな感じっていうな状態ですね。なのでこういった時はまああんまり撃たない方がいいですけど、ここで1発2発ぐらいなら OK。 もしもこのように何発も撃って壊れちゃったら、やり直しをすることができます。もしも壊れちゃった場合はここでねモース保険で車両を直します。そしてエレジー RH アジをまた要請して、次にまたこのエレジー RH8 に乗り、女性を迎えに行くところから、繰り返すことができます。ずっとね時間は止まっている状態なので、ずっと一人でチャレンジすることができます。またこの時間が止まっている状態、セッション移動してもセッション移動した先でずっと止まってます。これを解除する方法は GT アプリを再起動です。要するにアプリを閉じてもう一回開くと治るよということですね。では女性を右の扉からスマートに紳士的に乗せて、次にエレジー RH8 で門のところに、行きます。この時必ずね先に銃を撃ってから三角で降りる、これ条件となります。必ず四角でね武器を構えて銃を外に向けて撃つ。この時、コメント欄にもありましたが、粘着爆弾を投げちゃったとかね、まあ、そういうのもあるんですけど、まあ、それでもできなくはないです。爆破しなければね。ではショットガンなどでボンネットを撃ちます。まあ、横から撃っとけば車は動きづらいかなっていう感じですね。真正面から撃っちゃうとね後ろに車下がっちゃいます。で火がついたら離れていきます。もうあとはね手配度、まあ、ちょうどこのイクリプス周辺でやってる分には結構手配度はね巻きやすいです。他の場所だとやりづらいところもあるかもしれません。また近くにねギャングアタックとかあると多分やりづらいと思います。では左上に車両が壊れたという文字が出たことを確認してください。確認したら MC でさっきの10台ガレージの中に入っているファギオを要請します。要請してから 1、2 秒してエレジー RH8 を次の車両複製のために保険直します。そして複製したい車両が入っているナイトクラブの中に入ると、一番最初に複製しようとしてた車両またね元に戻ってここにある状態となってますから、これを外に乗り出していきます。外に乗り出してその時にねナンバープレートは変わっていません。よく質問で、カスタムナンバープレート必要ありますかってあるんですけど、複製している途中でナンバーが変わるというものはカスタムナンバープレートは必要ありません。では後ろから押し出すと女性が降りて
ファギオのナンバーがこの、車に移りました。今ファギオがこの車になったよという状態になってますので、あとはファギオがもともとあった位置にこの車両を戻すというわけでね、必ず10台ガレージだけにファギオを入れていけば間違いなくできる方法です。さらに高速で気にせず180台ぐらいね連続でやる方法は固定コメントの方に、ありますので、よかったらね参考にしてみてください。まもなくね修正入る可能性あるので早めにやる。